はじめは、ちょっとした不安だった。誰かを傷つけたいなんて、考えもしなかった。それでも、不安は孤独を生んで、疑念へと変わり、やがて黒い殺意が、心を闇に閉ざしていった。戻らない日常。少年は足を踏み出す。その先が、奈落の底だとも気づかずに。鬼隠し。信じたいと思う気持ちが生んだ悲劇。流した涙は、懺悔か、それとも怨恨か。